ヘラクレアミノアは、シケリア南岸、ハリカス川の河口に存在した古代ギリシアの植民都市でアクラガスの西 25km にあった。その遺跡は、アグリジェント県、カットオリカエラクレアのエラクレアミノア集落近くに存在する。考古学的調査から、紀元前6世紀中盤に建設され、紀元1世紀初頭に破棄されたと推定されている。最初は、 ギリシア植民都市であるセリヌスの交易拠点として設立され、続いてカルタゴの支配下に置かれ、その後はクラガス領の境界都市とされた。紀元前405年のカルタゴ都市落イの選手、ディオニュシオス一世との条約で正式にカルタゴの従属都市となった。紀元前397年にディオニュシオスが奪還したが、紀元前383年に再び、 カルタゴ支配に戻った。シュラクサイの政治家ディオンは、紀元前357年に、ここに上陸し、シュラクサイのディオニュシオス2世との戦いに向かった。紀元前309年に、アクラガスが脱回するが、すぐにシュラクサイの戦手アガトクレスの勢力に駆使した。紀元前277年には、一時的にエピロスオーピロスがシュラクサイから脱回している。 二つの名前を持つ都市は、その起源に関して二つの伝説を持っている。第一の伝説は、ヘラクレスと関係するもので、地元の英雄であるエリクスとのレスリング試合に勝ち、シケリア西部全体を所有する権利を得たが、その権利を子孫のために取っておいた。ヘラクレスは町を作ることはなかったが、少し遅れて、クレタ島の王、ミーノースがダイダロスを追跡して、シケリアに来た際に、 ハリカス川の河口に上陸して、町を作り、ミノアと名付けた。別の説では、ミーノースの死後、彼の部下達が町を建設してミノアと名付けたという。ヘラクレーデスは、そこには、先住民の都市がすでにあり、その都市の名前はマカラであったと付け加えている。二つの伝説は大きく異なっており、ディオドロスは、同じ場所の異なる伝説に対して何も述べていない。 この二つの名前が組み合わせられるのはずっと後になってからである。町の建設に関する記録は一切ないが、考古学的調査では紀元前6世紀中頃と推定される。町に関する最初の記述はギリシア植民都市セリヌスがミノアという名前で小さな交易拠点を建設したというものである。紀元前510年頃スパルタの王子ドリエウスが 伝説上の祖先であるヘーラークレースに与えられた土地を取り戻そうとして多くの協力者と共に上陸したのはここである。しかし、カルタゴ人とセゲスタ人に敵対され、エリクス近くの戦闘で壊滅的な敗北を喫してほとんどが戦死してしまった。なんとか脱出に成功したエウリレオンガミノアを支配しヘラクレアと名付けたというのが、その名前に関する最初の記載である。 ヘロドトスは名記はしていないものの、ドリエウスは植民都市を建設するためにシケリアに来たのであり、またディオドロスはドリエウスが実際の建設者であるとしている。したがって、ヘラクレアとミノアはもともとは別の町で、後日その名前が別の町に使われると推定する理由はないようである。このスパルタ人の植民が行われてから、ヘラクレアという名前が一般に使われるようになり、 他のヘラクレアと呼ばれる街との区別のために、ミノアの名前との組み合わせ、ヘラクレアミノアと呼ばれることとなった。ディオドロスによると、新しく建設されたヘラクレアは急速に発展したが、カルタゴがその勢力の増長を恐れたために、破壊されたとしている。これがいつ発生したかは不明である。おそらく、歴史草書の 第10巻に記載されていたと思われるが、その部分は現在失われてしまっている。ヘラクラが破壊された可能性がある第一次シュケリア戦争に関する記載ではこのことが触れられていない。ロードスとリンドスにあるアテーナーリンディアの神殿の碑文には、アクラガスのミノアに対する勝利の戦利品として、象下のパラディウムが奉納されたと記載されている。紀元前5世紀の間、および、 ディオニヌシオスのカルタゴとの戦争に関連してのヘラクレアの記載はなく、この間ヘラクレアは存在していなかったか、あるいは極めて衰退した状況にあったと推定される。しかしながら、紀元前405年の講和条約で、ヘラクレアミノアの領域はカルタゴ領とされた。次の記述は、シュラクサ祭の政治家ディオンが紀元前357年にここに上陸したということであり、 アクラガス領土の小さな町であるが、カルタゴの支配下にあるとされている。従って、ハリカスカワイセイをカルタゴの領土とするディオニュシオスとカルタゴの条約にも、かかわらず、その東岸にあるヘラクレアは依然としてカルタゴの手にあった。これに伴い、紀元前314年にカルタゴとアガトクレスの間で結ばれた講和条約においても、 ヘラクレア、セリヌス及びヒメラは以前と同じようにカルタゴの支配下に置かれるとされている。この時からヘラクレアは再び歴史に登場し、また重要な都市となっていたと思われる。しかし一時の衰退からの再興に関しての説明はない。紀元前309年、アクラガスのクセノディックスがカルタゴ、主落再奏法からの独立を宣言すると、ヘラクレアもこれに同調した。 しかし、紀元前305年に、アガトクレスがアフリカから帰還すると、アガトクレスに奪取された。紀元前278年、エピロスオーピロスの遠征時、ヘラクレアは再び、カルタゴ支配下にあったが、アクラガスに上陸したピロスはそこから西に進軍した、ため、ヘラクレアが最初に攻略された都市となった。同様に、第一次ポエニ戦争においては、紀元前262年に、 アクラガスがローマ軍に包囲されると、カルタゴの将軍ハンノはヘラクレアに上陸して占領し、そこからアクラガスに向かった。紀元前256年、ローマ艦隊によるカルタゴ本国侵攻を阻止するため、カルタゴ海軍は350隻からなる艦隊をヘラクレアに提携させていたが、二人の失政官、ルキウス・マンリウス・ウルソロングスとマルクス・アティリウス・レグルスに大敗した。 このことから、ヘラクレアミノアはこの時点におけるカルタゴ海軍の主要な軍港となっていたことがわかる。紀元前249年には、リルバイオン、現在のマルサーラを封鎖するローマ艦隊を監視するためにヘラクレアミノアが利用されている。戦後シケリアはローマのシケリア属州となったため、ヘラクレアも当然ローマの支配下に置かれた。しかしながら、 第二次ポエニ戦争が開始されると、再びカルタゴに占領された。そして、シュラクサ祭が陥落した後でさえも、マルクス・クラウディウス・マルケルスに抵抗する、カルタゴ最後の拠点であった。ローマ支配下における状況はあまりわからない。しかし、紀元前134年から紀元前132年にかけて発生した第一次、奴隷戦争で大きな損害を受け、 プロコンスルであるプブリウスルピリウスの指導に下に減少した人口を補うために新たな移住者を受け入れた。旧住民と新住民の間を調整するために新たな法律が制定されたが、その時の法律はキケロの時代にも適用されており、この時代にはヘラクレアは依然として繁栄を謳歌していた。しかしその後すぐにほとんどのシキリア南岸の都市と同じく 政治は腐敗していったの悪性。大プリニウスは、ヘラクレアのことを記述していないが、1世紀の地理学者、ポンポニウスメラは、シキリア南岸の3つの重要都市の一つであると、述べており、2世紀のギリシアの地理学者クラウディオス、プトレマイオスも同様である。プトレマイオスによる記述が、ヘラクレアに対する最後の記録であり、アントニウスの旅定表のポイティンガーズには、記載がない。 発掘作業中のギリシア劇場、ヘラクレアミノアの場所を最初に特定したのは、16世紀の歴史家、トマス・ソファツエロであった。プラティニ川の川口から数百ヤード南東で、現在はカポビアンコと呼ばれている突起部の上にあり、プラティニ渓谷に向かってやや傾斜している。南側は海に面したほとんど垂直の白い崖である。これはストラボンが伸べるアグリゲントゥムから20マイルの、 距離にあるヘラクレア特起部と一致している。ファツエロの時代には建物は残っていなかったものの、城壁の跡はたどることができ、また陶器やレンガなどが遺跡全体から豊富に出土していた。町と河口の間の水道もまた死認することができていたが、現在では確認することはできない。二十世紀の初頭に、紀元前六世紀から紀元前五世紀のものと推定されるネクロポリスが、 発見された。1950年からは、エルネスト・デ・ミロ教授の下で大規模な発掘が開始され、紀元前4世紀後半から、紀元前1世紀後半にかけての住居跡と、紀元前4世紀後半のギリシア劇場が発見されている。1世紀初頭から製造されているアレッタイン式陶器が発見されていないことから、それ以前に都市は放棄されたものと推定される。 ありがとうございます。